ちは。こんにちは。私たちは神栖市から参りました、ゆうげんと申します。私たちの今年のチームテーマは、和つながるです。たくさんの出会いの中で結びつき、こんなにも大きな和となった私たち、たくさんの人に支えられ、共に励まし合い、日々練習に励んでまいりました。そしてこの黒潮よさこい祭りの舞台を最後に卒業していく仲間が数名います。卒業していく仲間たちへの思いを込め、そしてこれまで私たちを支えてくださった方々への感謝の心を込めて、全力で演舞いたします。最後までご声援よろしくお願いいたします。それでは参ります。2015有限はつながる平和への思い届けます。はそれは心の奥底から湧き上がる平和への思い。人々が出会い、絆が生まれ、和みとなる。和みは縁を呼び、大きな和となる。私たちの願いは、それは平和への願い。は、つながり。会場の皆様に感謝の心を込めて